全国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回の動画は、全国各地でドローン講習を行っていて、皆様からよく聞かれる質問をまとめてお答えしたいと思います。2015年11月、全国で初めてジュイダのドローンスクールが開校しました。ジュイダというのは日本 UAS 産業振興協議会の略称です。ドローンの組織で全国で最も大きい組織だと思います。当時はドローンの操縦を学ぶという考え方自体があまり社会に浸透していませんでした。ドローンでどんな仕事ができるのかというものも曖昧で、具体性に欠くものばかりでした。例えばドローンで社会が変わるとか、ドローンで過疎地域を救えるといったものばかりでした。私自身を振り返ると、その当時は空中写真測量を応用した 3D フォトスキャンシステムを構築して、某雑貨系百貨店のロフトさん、有楽町店や渋谷店、大阪の梅田店に 3D フォトスキャンシステムを導入していました。そして落ち着いて時間があったので、ドローンを本気でやってやろうと思いました。そしてデジタルハリウッドロボテクスアカデミーのドローンスクールに入校しました。ここではドローンを体系的に学ぶことができました。まあ後から知ったことなんですけども、これがジュイダの認定校全国初の第一期生ということになりました。今でもその第一期生たちとは仲良く交流をしています。 3D スキャンでアジソフトのフォトスキャンプロを使っていたので、ドローンで 3D スキャン、空中写真測量ですね、そういったものが容易に行えることは知っていました。そういったことで2015年当時、空中写真測量がドローンの仕事になるというような具体的なことは頭の中で思い描いていました。そして今令和元年、ドローンによる空中写真測量はとても身近になり、公共測量でも多用されています。そしてドローンによる空中写真測量が測量の新しいスタンダードの一つとなって、これから需要が広がっていくと思います。さて本題です。ドローンで変わる仕事、一体何なんでしょう。起業や退職後、働き方改革によって可能となった副業、そういった中でのドローンの仕事って一体何なんでしょうか。今回は簡単なものを3つだけ紹介していきたいと思います。まずは農薬散布です。1980年代後半から、いわゆる今でいうところのドローンで農薬散布は行われていました。エンジン搭載のラジコンヘリコプターによる農薬散布です。現在でもラジコンヘリによる農薬散布は盛んに行われています。いわゆるドローン全体の中のラジコンヘリによる農薬散布、この比率は約 85% 以上だと言われています。残りの 15% がドローンの農薬散布ということですね。ではなぜドローンによる農薬散布が今後普及すると考えられるのでしょうか。ラジコンヘリによる農薬散布には非常に高度な操縦テクニックが要求されます。この農薬散布用のラジコンヘリなんですけども、操縦がとても難しいです。理由は安定化を図るための各種センサーがあまり搭載していないんですね。それとシングルローターでの飛行制御というのはまだまだ自動で行われる部分が少ないので、やはりどうしても習熟した操縦技術が要求されるんですね。一方ドローンによる農薬散布、ラジコンヘリに変わるだけではなくて、安定化飛行、そして農薬散布に要求される補助からの高さ約2メートルでの飛行も自動で行うことが可能です。自動だからといって誰でも操縦できるわけではありません。基本的にドローンの仕事というのは GPS や気圧センサー、そういったものに頼ることなく、安定したホバリングや遠方までの操縦、対面飛行や側面飛行、エマージェンシーコントロールといった技術が必要になってきます。それを踏まえた上でも
ドローンによる農薬散布というのはラジコンヘリコプターに比べて非常に楽になります。さらにファントム 4RTK などによる補助の空中写真測量を事前に行うことによって細かい高さの調整、またアメリカなどでは行われているマルチスペクトルカメラによる計測によって補助の高密度、高精細なデータを確保することによってマッピングデータにさらに付加情報を加えます。そういったところでドローンが複数台自動で航行して農薬散布を行うことによってより効率的な農薬の散布が行えます。そしてここがポイントなんですけども、農薬の散布量も節約できると思います。今まで地上で農薬を散布する場合、その補助を熟知した農家の方々がここには多く、もしくはこのポイントだけは少なく、そういった形で農薬をまいていましたが、ドローンによる事前の計測によって補助の高密度な、そして高精細なデータを得てコンピューターで解析することによって最適な農薬散布量の調整、調節、そういったことが広く行われるので、結果的に農薬の使用量は減っていくと思います。農薬散布ドローンのオペレーターになる費用というのは一体どのくらいでしょう。まずは操縦技術を学ぶための費用が最低でも30万円から70万円はかかります。そして農薬に関する知識を学ばなければいけないので、ここでも5万円から10万円ほどかかると思います。さらに農薬散布ドローン、例えば DJI の MG1 など、そういったものを購入するのに200万円程度かかると思います。まあ安くても120万円くらいだと思います。ただ農薬散布ドローンオペレーターを仕事としてやるにあたって1台だけだとちょっと不安ですよね。例えば故障によってサービスセンターにドローンを送らなければいけない、でも農薬散布を行わなければいけない期間と重なってしまった場合、もう1台必要になってきます。そういったことから農薬散布ドローンは少なくとも2台、そして流剤や液剤が撒けるようなオプションなども用意が必要です。そうなってくると合計で約400万円から500万円ほどの投資が必要になります。そして操縦まで学ぶ期間、少なく見積もってでもですね、2週間いや4週間ほどかかると思います。それでもまだまだスタートラインに立った状態だと思います。そして農薬散布ドローンをオペレーションするにあたっては、学校を卒業するだけではなく自分で日々のトレーニングが必要になってくると思います。さて今回はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。